この項目の内容は2019年5月20日に施行された SI 基本単位の最定義の影響を受けます。そのため、その変更を反映するために改定する必要があります。当時率、または同時率は磁場の強さ H と時速密度 B との間の関係を B イコール μH で表した時の比例定数 μ である。単位は H マイメートル。 あるいはニュートンマイアンペアマイアンペア。磁界の強さ H と、磁束密度 B との関係、自家曲線、または B、H カーブの傾きになる。実用的な教磁政治機材料では、自家曲線はヒステリシスを持つので、当時率は初め小さく、その後大きくなる。真空の当時率 μ0 との比、μR イコール μ、μ0 を非当時率という、筋質で、 東方的な倍質の非当時率は、高学波長域では1である。以下の表を使用する場合は、表示生態の当時率が、時速密度によって大きく変化することに注意。例えば4%計測法は、通常レーティ付近で2000の当時率を持つが、最大では3万5000にもなる。十分に高い時速密度中では、磁気飽和を起こすため、どんな物質の非当時率も1となる。 強磁性体の磁化曲線とそれに対応する、当時率当時率は磁場によって変化する。上の表に示した値は近似であり、記載の時速密度においてのみ有効である。これらは、周波数例においての値であり、実際には、当時率は、一般的に、周波数の関数である。高周波での当時率は、磁場と時速密度の間の位相差を考慮し、 複素数として表されることもある。ありがとうございます。